おばんから山形県高畑町で駆け出しバーテンダーをやっているバーマーの竹田です。アシスタントの木村です。はい、ということで、あ、なんだっけ、あ、すいません、じゃあ私が、実はですね、はい、今日、高畑町の、成人式あるじゃないですか。はい、あ、はいはいはい、成人式の、実行委員っていうものがあるんですけども、はい、実行委員っていうのはその成人式の代の方々での中の、まあ、選抜されたメンバーで、まあ、要は会の実行を、まあ、するっていう会なんですけど、それの、まあ、実行委員が、活動する前になんか研修みたいなのを、うん、まあ、やってるみたいなんですけど、あ、はいはい、それのですね、研修でお話をしていただけないかっていう、お、まあ、ご依頼をバーマーがこのさ、この度、いただきまして。すごいね。いや、すごいな。ああ、ありがとうございます。すごい。すごいな。ね、あ、まあ、はい、それの、これからね、はい、お話、まあ、行ってきますよっていう、はい、報告なんですけども、はい、マー君はね、はい、実行委員長としての、いや、そうなんですよ。実績があったりもしますから。ね、前、実行委員長やってましたね。ね、実は。はい、なんで、これはいい話をしてくれるんじゃないかっていうね。あ、ね、もう、もう期待に溢れてるような感じかな。本当にこれから行くんで、うん、まだ様子わかんないんですけども、多分、ね、緊張してると思うんで。もう超汗かいてる。ぜひご覧いただきたいと思います。はい。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いしますかね。はい。じゃあ、それでは、早速行ってきます。それでは、VTR どうぞ。まずはじめに、竹田正幸さんです。八代地区出身で、あ、成人式は成人式実行委員会、6年前ぐらい、6年前、6年前6年前の、成人式実行委員会の委員長をされてた方です。皆さんの大先輩です。で、緊張してます。今緊張してます。仕事の、それでは竹田正幸さん、お願いいたします。はい、あ、すみません、ご紹介に預かりました。あ、僕は竹田じゃないんですけども。誰だよ。私はですね、今在宅型万能シンガーソングライターって形で、まあ、活動させていただいている木村と申します。で、まあ、メインは私じゃなくてこっちなんで、早速ね、バーマーの竹田さんにお話をいただきたいと思います。はい、はい、やっぱ問題。はい、それでは、おばんかだ、山形県高畑町ですね、ちょっとこれを取ろうかな。山形県高畑町で竹田芝店でやっているバーマーの竹田と申します。よろしくお願いします。YouTube でのお決まりの挨拶なので。多分ファンがいればもっと盛り上がった場面です。今滑ってます、順調に、はいはい、ということで、じゃあ早速お話ししていきたいと思うんですけど、まず自分のちょっと、まあ、自己紹介から、まあ、先ほど少しご説明いただいたんですけど、一応僕はですね、そのバーマーとして、活動している、本名が竹田正幸と申します。で、年齢が、今27で28になる年です。で、まあ、今、まあ、こうやって地元でいろいろ活動してるんですけど、その活動って何かっていうところで、まあ、一応今日用意した資料にいろいろかかってるんですけど、まあ、仕事をしながら、副業として、バーテンダーを活動としてます。で、バーテンダーなんですけど、その出張をメインとして飲食店とか、イベントに行ったりとかしたりしてますね。で、あとはこうデザイナーを個人でやってて、企業さんのロゴとかチラシとか名刺とか作ったりとか、あとは、まあ、先からずっと言ってますけど、YouTuber をやってるので、ぜひ下に QR コードあるので、ぜひ皆さんチャンネル登録を。、はい、もう帰っていいぐらい、もう終わりかな。よろしく、この後ぜひぜひ、はい、はい、じゃあということで、なんでこう僕が地元でこうやって活動を続けてるのかっていうところをちょっとお話ししていきたいなと思います。で、僕こうバーテンダーとして活動していて、お酒めちゃくちゃ好きなんですけど、その中でもウイスキーが一番好きなんですよ。
で、まあ、僕はまあ、こっちにもいろいろ飛び回るって出てるんですけど、ウイスキー好きになっていく過程でこう日本全国を回って工場を見たりとか、あとはイベントがいろいろあるので、そういう回って、まあ、全国回ったり、あとは、海外に行ってアイルランドに行ってウイスキーの勉強をしたりとか、日本海外をこう回って勉強してたりしてます。まあ、変なやつってことですね、はい、変態ですで、結構そういう活動をしていくと自分の中でもこういろんな思いがあって、やっぱりそのウイスキーの蒸留所、その工場に行ってウイスキーを作ってみたいなとか、東京とかに行ったりすると素敵なバーとかがあるので、そこでこう働いてみたいなみたいな、そういった思いがやっぱいろいろ思うんですね。で、まあ、一応そんな中でも僕はその地元でこうバイトをして、まあ、バーテンダーの修行をしたんですけど、一応南陽のバーと山形の七日町にあるバーの2つをやって、まあ、そのバイトで修行をしたんですけど、まあ、そこですごい尊敬するというか、すごい僕の師匠と出会うことがあったんですね。で、まあ、一応そのバイトを通してもこういろんな方とこう出会ったりっていうのはあったんですけど、まあ、それでまあ、そういう師匠と出会っていろいろ教えていただいて、バーテンダーとしていろんなイベントで活動をするきっかけもできました。で、いろいろこうイベントで活動している中で、本当にいろんな方と、本当に僕の知らない本当にいろんな方と出会うきっかけがたくさんありました。で、いろんな方と出会うんですけど、最初はイベントって言っても知ってる方とか友達とか知り合いの人からこう呼ばれていろんな活動をやってたんですけど、まあ、イベントを通して本当に素晴らしい方というか、その本当にすごいシェフの方とか社長さんとか、そういったすごい方ともつながるようになって、でそこからつながっただけじゃなくて、こういろんなこうイベントに来てくださいとか、いろんなこう要望というか、イベントをさせていただくきっかけ、オファーをいただきました。で、もう本当に僕がそれをこう体感して、地元ってこんなに面白い人たちがたくさんいるんだなってすごい僕は感じました。で、それがこう自分の今のこう活動の原動力になってるかっていうぐらいの衝撃的なこうある意味出会いというか、きっかけでした。で、やっぱりその思いを感じてから、やっぱりそういう方と僕は一緒に活動したいし、一緒にこういろんなことができたらいいな、で一緒にやることによってもっと地元を活性化できるんじゃないかなって、すごくこう可能性を感じました。で、まあ、それで今もこうやっていろんな場所に行ったりして活動してるんですけど、まあ、先ほども説明あった通り、僕はその前皆さんと同じ時に成人式の実行委員に入って実行委員長をやったり、であとは大学が、まあ、この山形の、まあ、芸工大って山形の大学を出てるんですけど、やっぱり自分どこかその昔から地元にこう執着というか、地元を考えるきっかけというか、地元を考える時間ってすごく多くて、その頃からやっぱりこう地元が好きだし、もうなんか何かしたいなというか、もっと地元を面白くしたいなってずっと思ってたんですね。で今はまあ、こういろんな経験とか活動して、やっぱりそのいろんな活動を通してもっとやっぱりできる、貢献できるっていうのはすごくこう自分としても強く思いが今もどん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 こう込み上げてくるような状態になってます。なのでやっぱりもう僕としてもこれからもっとこう面白い活動というか、この活動は続けていきたいなって今強く思ってます。で、やっぱりその地元って本当に面白い人で、こんなことやってるんだ、この人すごいなっていう方って多分知らないだけでめちゃくちゃいます。なので僕はもう多分ずっとこれからもここで活動を続けようと思ってるので、こんな素敵な方がいる地元を離れてまで活動するっていうのはもう僕にはもう一切選択肢がないと思ってます大好き大好きとりあえず大好き、はい、っていう経緯もあって、でこれからじゃあどうしようかなっていうのもちょっとお話ししたいなと思ってて、まあ、僕今こうやってバーテンダーとかデザイナー、そして YouTuber ってこういろんな活動をやってるんですけど、もちろん今その出張なのでお店ないんですよ。お店がなくて、まあ、もちろんこうお店をしたいっていうのはもちろん夢として持ってるんですけど、やっぱりその僕はその出会いっていう部分にすごくこうやっぱ大事だなと思ってるので、その出張とかイベントに行って
その何だろうな、型にはまってないというか、枠に収まりきらないように、いろんな場所に行っていろんな方にこう出会って、お酒の良さとか地元の良さとか、自分ってこういう人だよっていうのを言っていきたいし、あとは YouTube っていう活動も続けて、次はもう全国、そして全世界の人にこう自分を発信していきたいと思ってて、まあ、結局どうしたいかっていうと、もう有名人になりたいです、はい、大事、ね、でそうするとやっぱりそのバーマーさんに会いたいって言って高畑に来てもらえたりもするし、それでそうね、うん、それがやっぱり一番こう盛り上げるっていう部分はそこに変わるのかなって自分は思っています。でもちろんその僕ウイスキーめちゃくちゃ好きなので、ぜひこの高畑にウイスキー文化を作り上げたいなと思ってます、うん、もう高畑って言ったらバーマー、バーマーって言ったらウイスキーだよねみたいな、そういったこう魅力の一つを僕として何か作り上げたいなってこれからは思ってます。なのでこんな感じでこうめちゃくちゃ熱く話しましたけど、本当に地元が大好きで、これからももっと地元のためにやっていこうっていう感じで思っております。はい、はい、すごく楽しかったです。あの 今のうちに聞きたいこととかあります？あの忘れると思ってね、はい、後からの質問コーナーあのないですか？ないとき、あのちょっと自分からちょっとみんなに質問してこと、全然質問させてない感じのペースで、いやなんか、いやちょっと自分からちょっと質問したいなってことがあるんですけどそっちだったいや、あの本当に多分今日来てない、残り8名の方も多分その優秀な方々だと思うんですよ、ここに来る人っていうのはね。俺は選ばれなかったんですけど、実行委員会にまあ優秀な方だと思うんですよ。で、その優秀な方々の活動っていうか、まあ、これから多分その成人式の実行委員としていろいろ企画していくと思うんですけど、そのまあ、それを無駄にしたくないなって自分は思ってて、例えば仮に延期になったりして、その思った通りの企画ができないってめちゃめちゃ悔しくないかなって思って、ちなみになんですけど、その今まで通り、まあ去年はできなかったけど成人式ができるんじゃないかって、今年もできるんじゃないかって思ってる人います？普通に、あの例えば4月29日にマホラでみんなでウェイって成人式ができるのかどうかって思ってる人いますか？思ってない人、逆にもしかしたら延期なんじゃないかとか違う形になんじゃないかとか。なるほど、そうだと思うんですよ、やっぱそう俺らもそうだ、そうそうだと思うんですよ要はそのみんなの活動を無駄にしたくないなっていう俺のおせっかいがあって、で仮にその新しい、なんかもう今年から変えてもいいんじゃないかとかって、まあ自分なりには思ってて、まあ僕は何にもあの町に対する権力はないんですけど、思ってるだけ、思ってるだけ、本当に妄想だけ、妄想ただだからで、であのもしそういうなんかね、あの自分たちに協力できることがあったら、したいと思いますし、その知り合いとかそのね、多分皆さんが出会ってまだ人生で出会ってないような変な人とかいっぱいいるんですよ、世の中に。世の中っていうかその街にも、ね、うん、変な人って本当に変な人ってその変な能力も高かったりするんで、面白いことができたりするんで、まあもし仮にね、本当にみんなが今年も自分たちが企画する成人式を特別なものにしたいって思うのであれば、まあ、その話し合う機会だったり、なんかこうサポートする機会だったり、もうちょっと作りたいなというか作っていただければ、うん、なんか自分たちもなんかありがたいなっていうところで、うん、俺らもサポートできるところはっていうアピールだけをして終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いやただいまただいまでございます。はい、というわけでね、いやいやお疲れ様でした。はい、まだね、わかんないんですけど、無事、終わってくれてるんじゃないかなってねまだ編集前なのでちょっとわかんないんですけども、はい、そうですね。まあでもね、こういうね、はい、オフィシャルの会に呼ばれるっていうのは嬉しいですよね。いや嬉しいね、うん、だからまず最初にこうお誘い来た時すごいね、うん、やべえなーと思って、あーやべえっていうのはもうこういうのに誘われるんだなーと思って。あー確かにね、まあ、なんか自分が成人式やってる時はなかったんですよ、そういうそのなんか研修ね、研修なくて、うん、そのままここ最近始まったみたいなんですけど、はい、うん、それもなんかおーすごいなーと思いつつ、うん、バーマーを選ぶなんて素晴らしいなーって確かにその高畑町のやっぱその
はい、担当の方の、まあ、はい、人選が素晴らしかった、ね、素晴らしいね。で、俺がこんなに言うから若い人たちと関われる機会ってあんまないじゃないですか、はい、いや、ほんとね、うん、でもやっぱ今の成人者だと、はい、あの7個違うのが学年だと多分あで、ね、7そうか、28歳だと、ね、小学校でも全然かぶってないから、うん、なんもう全然面識ゼロだね。そうそう、だからそのもう一世代違うみたいな感じがあって、うん、やっぱその世代が違う人たちとこう交流できるっていうのはもう本当に、いや、貴重貴重、ありがたいですね、ありがとうございます。そんなところで話すなんてね、うん、ちなみに立派なお話をいただいたと思うんですけど、はいはい、おそらく、はい、はいはいはい、感想はどうでした？あ、話した感じの？そうそうそうですね。いや、やっぱね、あんなにこうやっぱ若い人が興味を持って、はいはい、うん、こう熱い視線でこう見てくれてるっていうか聞いてくれてるっていうのはまずすごくこう嬉しいなっていうか、うん、なるほど、あ、僕がやっぱ言ってる側になってるんだなっていうのはなんかこう、はい、新鮮ですな。すごいね、うん、うん、確かにね、はい、本当にあのためになるお話をバーマンさん、はい、本当にこの度はありがとうございました。いやいやいや、俺もこうすごいこう名公演だったんじゃねえかって思うぐらい、すんげえもう口止まらないっていうか、はい、ああよかったよかった、いやいや、はい、本当にね、いつも緊張するのにね、うん、はい、今日は良かったんじゃないですか。じゃあ本当に爽やかだった感じがしますな。あ、はい、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。ということで、あの本当にご依頼いただいた高畑町の方々、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、バーマーしゃべるのいいねっていう方もいいねボタン、お疲れ様でしたっていう方もいいねボタンよろしくお願いします。そしてもちろんですけども、このバーマー駆け出しバーテンダーの YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。今回のような活動の、報告であったりとか、あとはこうウイスキーのテイスティングの動画であったりとか、僕の大好きなジェムソンの楽しみ方なんかもいろいろ上げておりますので、そしてぜひ見てみてください。そして一番の特典はこのバーマーの僕に毎日会えちゃいます。はい、ということで、SNS でもバーマーと検索してみてください。はい、それではありがとうございました。おしょうしな、 See you。山形県高畑町で駆け出しバーテンダーをやっている、あ、おばんかだおばんかだおばんかだ、ちょっと待って待って。